ファンとの双方向コミュニケーションが素晴らしい。ナンバーアンダーライン愛のインスタグラムライブが示す新たな魅力平野章の優雅な振る舞いにファンが熱狂。岸優太のライブが生み出す感動。ナンバーアンダーライン愛の最新のインスタグラムライブでは彼らの最新アルバムが紹介されました。このライブは14万7000人以上の視聴者を引きつけ、ますます多くの人々がグループに魅了されていく様子が見られました。 ライブのオープニングでは、平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人が美しい姿で視聴者を出迎え、彼らの魅力が存分に発揮されました。彼らのライブは、楽しそうに笑いながら冗談を言い合う3人の姿から始まりました。その姿は、視聴者に元気を与えるばかりか、彼らの世界への招待状でもありました。その瞬間から、視聴者たちはグループとのつながりを感じ、 彼らの音楽への愛を再確認しました。彼らの魅力は彼ら自身の個性とエネルギーによってさらに引き立てられました。天使のように美しい姿をした三人はそれぞれが異なる魅力を持っています。平野翔の優雅さ、岩優太の元気さ、神宮寺優太の優しさ。彼らの姿は視聴者にとってまさに魔法のようでした。ライブの中で 彼らはただプロモーションをするだけではありませんでした。彼らはファンとのつながりを深め、特別な瞬間を共有しました。彼らは視聴者と一緒にポンのアルバムの匂いを嗅ぎ、笑顔で冗談を言い合いました。その姿は、まるで友人と一緒に過ごす時間のようでした。視聴者からのコメントも、その特別な瞬間をさらに特別なものにしました。岸優太の笑顔に対するコメントや、 平野翔の騎士ユータへの賞賛の声が画面を通して届きました。それはまるで視聴者が彼らの友人であるかのようでした。楽しそうに笑いながら冗談を言い合う三人の姿を見て私も元気をもらいました。ライブのオープニングは天使のように美しい三人の少年の姿、なびく髪を優しく撫でる平野翔、元気いっぱいで元気いっぱいの騎士ユータ、月明かりのように 明るく優しい神宮寺ゆうたの姿が素敵なシーンを彩っている。この物語は、平野翔とナンバーアンダーライン愛のライブに参加したファンたちの心を明るくし、彼らの絆を深めるものでした。彼らの笑顔と楽しいやりとりが、人々に幸せをもたらすことを示しています。騎士ゆうたの特別な魅力は、彼の楽しい笑顔や明るい性格からも伝わってきました。彼が登場すると、 視聴者は何か特別な瞬間が訪れたように感じ、コメント欄は彼に対する愛と賞賛の言葉で溢れました。彼の笑顔はファンにとってまさに幸福そのものであり、その笑顔に触れることで彼らの日常がより明るくなったことでしょう。岸優ユタだけでなく、他のメンバーもファンに多くの喜びを与えました。ライブ中には3人が互いに冗談を言い合い、楽しい時を共有する様子が見られました。 彼らの自然な仲の良さは、ファンにとって心温まる瞬間であり、彼らと一緒にいるような感覚を与えてくれました。ファンとのつながりを大切にするナンバーアンダーライン愛の姿勢は、彼らの成功の一因とも言えるでしょう。彼らは常にファンとの交流を大切にし、ライブを通じてその絆を深めています。ファンは、彼らが自分たちのことを本当に大切に思っていると感じ、 彼らと共に歩んでいく喜びを感じていることでしょう。今後もナンバーアンダーラインアイはファンとのつながりを大切にし、彼らの音楽活動を通じて人々に喜びと感動を与え続けるでしょう。彼らの未来にはさらなる成功と成長が待っています。ファンは彼らのこれからの活躍に期待と興奮を抱きながら、彼らを応援し続けるでしょう。ナンバーアンダーラインアイのインスタグラムライブは、 ファンにとって特別な瞬間であり、彼らの音楽活動と絆を深める重要な場でもあります。彼らのライブを通じて、ファンは彼らと一緒に喜びを共有し、彼らの成長を見守ることができます。これからも、ナンバーアンダーライン愛とファンの関係は、ますます強固になり、彼らの未来はより輝かしいものとなるでしょう。ナンバーアンダーライン愛のインスタグラムライブでは、ファンとの交流がもはや一方通行ではなく、 双方向のものとなっています。彼らのファンは、ライブ中にコメントを通じてメンバーとコミュニケーションを取り、自分たちの思いや感想を直接伝えることができます。これにより、ファンは彼らの音楽活動により一層の親近感を持ち、彼らを応援する意欲が高まります。ライブ中に見られた3人の自然なやりとりは、彼らがただのアイドルではなく、 ファンとの信仰を大切にする本物の仲間であることを示しています。彼らは常にファンの声に耳を傾け、彼らの願いや要望に依頼ようと努めています。その姿勢は、ファンに対する深い信頼と愛情を生み出し、彼らの支持がますます増える要因となっています。ナンバーアンダーラインアイのライブで平野翔の優雅な立ち振る舞いとほがらかな笑顔が視聴者の心を捉えました。 ライブのオープニングでは、まるで天使のような佇まいと柔らかな仕草が印象的でした。その様子を見た視聴者からは、素敵なかわいいといった声が上がり、平野の魅力に多くのファンが夢中になっています。ライブ中、平野は同じグループの騎士ユタとのやりとりを見せてくれました。お互いに冗談を言い合い、楽しそうに笑っている姿は視聴者を和ませ、ナンバーアンダーライン愛の絆の深さを感じさせてくれました。 騎士への温かな気持ちとグループのメンバーとしての絆の強さが伺えます。ライブ中、平野はチョコレートの匂いを嗅ぐなど、小さな行動にも愛らしさが感じられました。また、メンバーの疲れを気遣う様子も印象的でした。そうした細やかな気遣いがファンの心を掴んでいるのも事実です。平野翔の魅力はライブ映像を通して一層引き立っています。 視聴者を楽しませ、癒し、時に感動させる彼の姿は、これからも進化し続けていくと期待されています。才能と人柄を兼ね備えた平野翔は、これからの活躍がさらに楽しみな若手スターです。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、自分たちの音楽活動を通じて多くの人々に喜びや感動を与えてきました。彼らのライブでは、彼らのパフォーマンスだけでなく、 彼ら自身の人柄や魅力も存分に伝わります。ファンは彼らの音楽を楽しむだけでなく、彼らの人となりや日常の一面にも共感し、彼らをより深く理解しようと努めています。今後もナンバーアンダーライン愛は、ファンとの絆を大切にし、彼らの音楽活動を通じて、世界中の人々に幸せと感動を届け続けるでしょう。彼らの人気と支持は今後もますます高まり。 彼らの未来はますます輝かしいものとなるでしょう。ファンは彼らと共に歩み続け、彼らの成功を心から祝福し続けることでしょう。ナンバーアンダーライン愛のインスタグラムライブはファンにとって特別な瞬間であり、彼らとの交流を深める貴重な機会です。彼らのライブを通じて、ファンは彼らの音楽活動に対する愛と情熱を示し、彼らの成功を祝福します。 これからもナンバーアンダーライン l i とファンの絆はますます強固になり、彼らの音楽活動は世界中の人々に幸せと感動をもたらし続けるでしょう。ナンバーアンダーライン l i の未来はこのようなファンとの絆によってさらに明るくなるでしょう。彼らの音楽は単なる音楽以上のものであり、ファンとのつながりが彼らのエネルギー源であることが証明されました。ライブの終わりには、 視聴者たちは次なるライブを楽しみにしました。彼らがどんな驚きを用意しているのか、ファンは今からワクワクしています。そして、彼らの音楽とともに、彼らと一緒に未来を歩んでいくことを楽しみにしています。これらの言葉があなたのニーズに添えることを願っています。何か他のことがあればお知らせください。